続いて岡崎さんの今週の注目ニュースです。タイトル的にはと言いますかね、はい、今日話したいのはまとまってないんですが、ゲストが矢島さんということで、この私の頭の中に、ぐちゃぐちゃしている違和感って何なのかなっていうのを、お医者さんのように解き明かしてもらいたいなという話なんですがいいですか。はい、適宜入っていただきましょう。高井さんと矢島さんに何かというとね、はい、何でしょう。私はこの表を見ながらね、違和感があったんですよ。これ賃上げの春闘の話ですね、で大企業が 5.3% ですよ、中小企業が 4.4% ですよ、正規非正規労働者 6.75%、 これはパンときて、で、まあ、これでいくと、まあ、日本銀行が、かねてからですね、歌っていた、賃金と物価の好循環というやつ、インフレ目標 2% にするために、賃金をそれ以上の高い数字で回していくんだという、でこれで、まあ、鈴木さんが、まあ、選ばれた MBS もそうですけども、世界がインフレに、日本の株式市場全体がインフレに向かって動き出したと、まあ、歯車が噛み合った、これはこれでいいんですが、矢島さん、これ率の話ですよね。うん、はい、そうですね、率の話、率で一応正の数字が残るから噛み合って歯車もあるんだけども、はい、その率で語る部分と、もう一つ大事なのはこれ左の額なんですよ、12,000円、17,000円、15,000円、これっぽっちで足りますか。いや、足りるか足りないかしたら足りないですね。まだ、要は実質マイナスですからね。でしょ。で、でもっと言うと、もうこれは高井さんも長らくサラリーマンを務めてらっしゃったんでこの感覚あると思うんですけども、これベースアップであって、で他に、商社マンで若い頃は残業代に頼ってたりとかですね、でそれからまあボーナスのがあって、でそういういろんなものが積み重なって国民の所得、まあ、サラリーマンの所得っていうのができて、で所得が増えていって消費が増えていって経済が成長するというのが本当の歯車ですよね。まあ、おっしゃる通りだと思いますね、だから、まあまあ、もちろん賃金が上がるっていうことはもうベースに絶対必要なんですけども、やっぱりそれ以外のところもやっぱ増えていってくれないと、でみんながやっぱり豊かになったっていう気持ちにならないと、なかなか商品こうつながっていかないっていうね。そうなんですよ、ね、そういう意味だから株で投資をしている人なんかも毎日こうね、iPhone でこう見るとこう上がっていってる、なんか儲かってるじゃん、じゃあもうちょっと使ってみようかと、そういうこう好循環にこう持っていかないといけないような気がしますね。だから今回のこの話っていうのは、率で一応物価の上昇を上回ったということで正常化いくんだけど、そこで止まってちゃダメだと思うんですよ。その次のことを考えなきゃいけないと思うんですね。その次のことを考えるときに、私の違和感っていうのは、これまあ中小企業大企業非正規労働者という漠然としたタイトルで出てるんですが、日本の就業者っていうのは6761万人いるんですよ、これ1月のデータです、はい、季節調整かけてるので、実際に発された減数とは違うんですけども、まあ、大体半分ちょいがですね、まあ、半分ちょいしかいないんですけどね、正規社員 で非正規が 31%、 3分の1ですよ今ね。で自営業および、家族経営の方だった方たちかな、これがまあ1割ですから、10人いたら1人ぐらい、そんな感じですね。であとは、役員が 5% なんですね。でちなみに、今日お集まりの方で、はい、もう矢島さんも役員待遇だから、さっきのベースアップ関係ない人間が今喋ってるんですよね、おそらく。確かに関係ないな。関係あります、ね、さっきの 5% とか全然関係ない我々が関係ないですね、喋ってるわけです、はい、でだから違和感の一つ目そこなんですけども、ちょっと待ってよと、 5% 上がってどこのこれで何もかもうまくいくわけじゃないと。でこれの絵を見てもらってもそうですけれども、ここで、まあ、正規 54% 書いてますけども、この中に中小企業があって大企業があって、おまけに春闘に全然関係ない会社もいろいろあって、で非正規も一応3分の1いるんだけども、あの通りの数字が出るかどうかなんてのは全く何の保証もないわけなんですよね、でただあの数字が例えばこの 54% と 31% 全員に等しく分配されて、はい、で自営とか、まあ、我々とか、あるいは役員さん以外はみんなあの数字が全部配られたらこの国はどうなるのかなっていうのをちょっと計算してみたんですよ。そうすると例えばこんな感じなんですよ。非正規の方は全体で約4兆円、1万6000円ぐらいの数字が12ヶ月続いて、そうすると
この2141万人の方々に配られたらこれが4兆円ある、はい、大きいですよ。で、従業員の方は、正規の方はですね、大企業と中小企業分かれてますけども、大体7-3なんですよ。7割が中小企業なんです、圧倒的にね。3割が大企業なんですけども、これでいくと約 5.8 兆円、全部で 9.8 兆円ぐらいなんですよ。で、 9.8 兆円、これ矢島さん、考え方としては所得移転なんですよね、企業から家計へという。あ、まあまあそうですね、移転というか、まあ、あの支払いですね。支払いですよね、うん、まあでも一応ほっときゃ企業が内部留保してたかもしれないわけなんですね。で、企業っていうのは555兆円どうやら内部留保あるらしくて、うん、で、もう新しい数字待ってるとこですけども、22年度つまり23年3月に終わった時は純利益74兆円ぐらいあったんで、うん、まあ、10兆円出てくっていうのは、まあ、それなりにでかいことはでかい、うん、ただまあ十分に吐き出せるという、吐き出せること吐き出せる、でなおかつ23年度つまり24年3月の決算はもっと多くなるでしょうから、はい、まあ、この数字で見るよりはそんなにポイントはないと思うんですが、ただ問題はですね、 9.8 兆円しかないのかというとこなんです、でもうこれで多分私の違和感は、十分矢島さんに伝わったと思うんですが、日本の家計消費って315兆ですよね、うん、9.8 兆円というのは 3.1% になったんですよ、うん、3.1% っていうのは2月に発表された全国の CPI のコアコア、要するに食料とエネルギーを除いた数字と一緒なんですよ。一緒で、なおかつこのエネルギーの部分に関して言うと、今我々はガス代と電気代を補助してもらってるじゃないですか、うん、さっき1万6000とか1万2000ってありましたけど、松尾さんのお家の電気代ガス代もし補助なかったらそれぐらい、まあ、するでしょうね、いくでしょう、だあんなあれっぽっち全然足りないように私は思うんですね、うん、つまりあの我々があのこれでまあ、日銀も喜んでるわけじゃないと思うんですけどね、一応これまだ一歩目に過ぎなくて、本当はこれもう2歩も3歩も、うん、あの経済は前に進めなきゃいけないと。で、まあ、一応これそれでもまあ賃金と、日本の GDP っていうのは、まあ、このグラフで見ると大体似たような動きになってるんですね。似たような動きになってて、例えば13年の駆け込みの時とか、14年が消費増税上がりましたから、ね、増税したから、その前の時とか20年の頃の時はいびつな動きをしてるんですけれども、大体まあ賃金が増えた年というのは、家計の最終消費率も増えて、実質賃金が増えた時っていうのは実質 GDP の、家計最終消費が大体増えてるんです。こんな感じですね、ただこんな風に駆け込みがあったり、あるいはコロナの時はみんな節約してる、全然使わなかったりっていうことがあるので、あれだけで何もかもがうまくいくと思っちゃいけないんじゃないかしらという違和感なんですけど、ね、まあまあ、うまくいかないと思い、あ、うまくいかないというか、あれだけは無理だと思うんですけど、結局あのこの20年日本の議論って、うん、名目じゃなくてまず実質だったじゃないですか、はい、で、その負担とかなんとかの給付の話って、うん、結局枠が決まってて、誰かが得をすると誰かが損をするみたいな議論ばっかりだったわけですよ、うん、確かに、うん、で賃金がこれ上がってきたって何を要は意味してるかっていうと、あの今のその賃金は将来になった時にもっと増えるよねっていうののパスを作ろうとしているので、現在と将来のその話をこの中に入れてきてますと、うん、金利は上がったっていうことはこの中であの働いてる人の話になってますけど、例えば高齢者から見た時にこれ全く関係ない話なので、その通りです、ここに話入ってないですからね、その利子をいっぱい持ってるので、うん、預金を持ってるので、そこから新しいルートがありますよねとか、うん、新NISA が始まった時に株式で新しいルートの所属がありますよねっていうのをトータルで考えた時に、あのいろんな議論ができるように、ま、前の要はなってきたっていう話なので、うん、そういう意味ではその賃金が上がったというのは一つのニュースで、それだけではもう決定的にダメなんですけど、これが複数年続くことでいろいろなルートとか現在将来のことを考えられるようになってくるという意味での好循環が起こるって話なんだと思うんですね。まずこれが始まらないと好循環、そうそう、で、結局今政府の方とかもやっぱこれから考えなきゃいけないのは、大企業は正直まだものすごい分配できる力あるんですよ、なので大企業はやっぱ市場のチェックを働かせて、あの人的資本みたいなことに、重点を置いてない企業はダメだみたいな話で市場から圧力をかけるってことを多分やんなきゃいけない、で中堅中小っていうのは株を上場してないってことがやっぱりいっぱいあるので、何が一番問題かっていうと利益をちゃんと取れてないってことが問題なので、まあ、あの G 面だったり公取だったりいろんな話を含めて、やっぱ親会社からちゃんとした利益を、まあ、ローンも含めてもらうっていうことの流れを確実にするっていうことを通じて、今あの岡崎さんがやった話のこの賃金のところの話っていうのを来年も上がるように、まあ、毎年毎年賃金が上がるように、株で言ったらさっきの話なんですけど、
数年に1回最高値は必ず超えるような国になるように、うんうんうん、将来の方が明るいっていうのを展望を作るっていうのが、まあ、これからやんなきゃいけない話じゃないですかね。なんかちょっと偉そうですけど、うん、でもそういう感じだと思うんですけど、なんとなく違和感が今一つ解けたのは、だからこれがニュースじゃいけないんですよね。これが当たり前でなきゃ、あ、そうそうす、いうことですよね。そうです。春闘が大きく報道されて 4% でした 5% でしたっていうのは、ああいつもこんなもんだよ、うん、っていう感じがなきゃいけないはずですよ、ね、あ、だから人手不足になってきた時に、うん、今これどこどこの企業とか、また僕たちの20年間の頭でここがいいけどここがダメって話なんですけど、うん、同じ人が働くので、うん、人が流動化してくれば必ず賃上げって人が足りない分上がっていくはずなんで、うん、このニュース自体もあんまりも意味なくなるはずなんですよね。なるほどね。ちょっとすっきりしました。そうですか、よかった。という、まあ、私のですね、はい、今週のニュースの一番注目したところでした。はい、岡崎さんの注目ニュースでした。では最後に番組からのお知らせです。現在 BS1212 で各週土曜日朝6時からマーケットアナライズコネクトを放送しています。投資を始めたばかりの人、新しいNISAの準備をしている人、そして投資の世界を通じて経済や企業の知識を深めたいと考えている人などに、ぜひ見ていただきたい内容をお届けしています。次回の放送は4月の13日土曜日です。どうぞご覧ください。そして週間のマーケットをラップして投資の情報をお届けしています。こちらの YouTube は引き続き毎週お届けしていく予定です。それではまたテレビ YouTube でお会いしましょう。さようなら。